上上田田清清君国民民主党新緑会の上田清志です今日は外交政書を中心に、えー、外務大臣のご見解等について、改めて確認をさせていただきたいと思います。まずあの、外交政書でありますが、これは外務大臣の責任でまとめられたものでございますか。 林外務大臣外交青書でございますが、外務大臣までしかるべく決裁を経て、外務省の責任で発行することとなっております。また閣議において配布をしておるところでございます上田清志君。閣議において認められているということは、これは内閣において基本的には認められている、このように理解してよろしいんでしょうか。 林外務大臣。先ほど申し上げましたように、まあ決裁は外務大臣まででございまして、外務省の責任で発行したものをですね、閣議でまあお配りをしているということでございます。上,上田清吉君。ありがとうございます。あの長く北方四島に関してのですね。 日露間のさまざまな交渉経過がございます。まあ、領土紛争の解決は第一に話し合い、まあ、第二に武力による解決などということも言われたりもしておりますが、まあ、武力による解決においてです、ね、失敗の例が第一次世界大戦における ドイツに対する巨大な賠償等が、懸命なるドイツ国民をして、ヒトラーの先導にです、ね、引きずられてしまって、第二次世界大戦の大きな展開になった、このことをです、ね、連合国側はよく気づき、海路宣言、あるいは太平洋憲章、ポツダム宣言等においてですね、 領土不拡大の原則をです、ね、明らかにした、このように私は理解しておりますが、このような認識で大臣よろしいでしょうか林外務大臣、えー。そこのところ、を真面目にあの学生のときには勉強しておったつもりでございますが、あの私のまあ記憶に基づいて。 今お答えするとそういう経緯でこの原則ができていったというふうに承知をしております上田清志君大変失礼しました必ずしもここの部分に関して通告をしておりませんのでご無礼いたしましたあのまさに領土不拡大の原則をですね、太平洋減少や海路宣言ポツダム宣言これは当時スターリンに引き入れられておりましたソ連も 証明をしているわけででありますので、まあ、そういう意味では包括的にですねこのことに合意をしかつ何らかの形である意味では拘束されているというふうに解釈するのが一般の解釈だと思っておりますしかしながら実際はこのソ連は第二次世界大戦の 勝利者になったという名目を掲げて、約11か国から67万平方メートルのです、ね、土地を取得するというようなことを行い、まあ、日本に対しても南カラフト、千島列島、北方四島へソ連軍が侵攻する、しかも日本はポツダム宣言を受け、8月15日にです、ね、降伏を決めたわけでありますが、 北方の一番北の端のシムシ島に上陸して侵攻したのは8月18日未明、水流号での降伏文書をやっているときも9月2日、このときにもまだ北方四島をはじめ侵攻中、そして羽生前しこたには9月5日と、このような暴挙がなされたわけでありまして、 到底許し難いわけでありますが、日本は平和的にこうした問題を解決しようということで、これまで外務省、また各大臣はじめ総理はご尽力いただいたものだと理解しておりますが、もう一度確認をいたしますけれども、この外交聖書は、そうした事実を踏まえてですね、その都度 表現がされてきたわけでありますがこの表現の変遷が、まあ、時代時代で当然環境が変わってくるわけですから変わるのはある程度やむをえないというふうに思っておりますが、まあ、ポイントとなるところがですね変わってはいけない例えばきちっとですね 日本は確かに放棄した部分がありますし、えとりわけ、ソ連と、当時のソ連とはです、ね、戦争状態には全くなかったわけでありまして、えー、中立条約まで結んでいたわけでありますので、一方的に破棄されても1年間は有効でありますので、国際条約上はです、ね、全くこの当時のソ連に一、ね、つも大義名分がないと、そういう,う枠の中でも、 日本は努力をしているところですが、まず、こうした歴史的変遷の中で、日本の立場、例えば当時のソ連と交戦状態にはなかったこと、それから明らかに戦果としての北方領土がソ連、ロシアのものであるという、こういう認識については強力にですね、 反論されているのかどうか、このことを確認したいと思います。大臣お願いします。林外務大臣え。今、あの委員からお話がありましたように、この外交聖書の記載内容えま、これはその年々に起こったさまざまな外交に関わる事象をですね。ま、総合的に考慮した上でま決定をしているものでございまして。ま記載内容や表現ぶりが変わるということはあり得るわけでございます。 であの北方領土についてはです、ね、この我が国が主権を有する島々であり、我が国固有の領土であると、こういう立場をです、ね、一貫して、この我が国の立場として貫いてきたわけでございまして、この平和条約を、領土問題を解決して平和条約をこの結んでいくというです、ね、一貫した方針に基づいて、 まあ先輩方がやってきたとといいうことでございますで今、その前の段階として、この1945年以降のですねお話を、上田委員から賜ったところでございまして、まさにそれは歴史的事実として、しっかりと認識しながら、しかしあくまで我々は交渉によって、この平和にこの問題を解決するという基本的な、先ほど申し上げた立場を堅持をしてまいったところでございます。 上田清志君まさに、えー、事実関係をです、ね、正確に把握してです、ね、そしてロシア側のです、ね、戦果としての領土獲得というです、ね、全くこのなんていうんでしょうか、泥棒的な理屈に対してはです、ね、厳しく、正しくです、ね、日本国としての 市長をいついいいつかなるきでもやってたただきたいこのように申し上げたいと思いますが、そこで気になるところは、2020年、2021年のです、ね、これまで北方四島は日本に帰属する、これは大体基本的に2009年ぐらいからずっとこの表現で,です、ね、約10年なさってきたわけでありますが、突然、2020年、 2021年に、えー、表現が変わりまして、北方領土は我が国の主権を有する島々と、このような表現になったのは、一体どのような考え方から表現がこのような表現になったのか、この点についてお伺いしたいと思います。林外務大臣、えー、このお先ほど申しし上げたあ、うん、通りでございまして この外交聖書の記載内容、これはその年々に起こったさまざまな外交に係る事象をですね総合的に考慮した上えで決定をしているものでございまして、北方領土問題も含めて、各事項に関してこの記載内容が、ですねいや表現ぶり、これ、変わることはありうるところでございます。 この北方領土問題については、これはもう従来から答弁しておるとおりでございますが、政府の法的立場に変わりはないわけでございます。その法的立場に基づく説明につきまして、どのような場でどうした表現を使うか、これはその時々の政策的判断により異なりうるものでございます。この外交的な観点からです、ね、これまでかかる言葉を使用せず、 この日本が主権を有する島々という表現を使用してきたわけでございます。北方領土は我が国が主権を有する島々であり、我が国固有の領土であります。政府としてこの立場に変わりはなく、ですね平和条約交渉の対象は、4党の帰属の問題であるというのが日本の、日本側の一貫した立場でございます上,上田清志君。 極めて尊敬する林大臣でありますが、ちょっと違うと思います。各歴代の総理大臣はですね、それぞれロシアの指導者とあって、この2009年から2018年の間にも、エポックがいくつもありましたで、それぞれ宣言が出されたり、貴重な会談がありですね、 この両国間に未解決な帰属問題があるとか、ですねそれぞれのアナウンスがなされてきました、声明が。したがって、そういうことを踏まえれば、この2009年から2018年まで全く同じ表現であるわけないわけです、今の大臣の答弁だと。その時々で変わっていいんですけど、変わってないじゃないですか、原則を貫いてずっと表現してるんです。 じゃあなぜ2020年にこのような表現になるような何かエポックがあったんですか、何かそういう事象があったんですか、総合的に考えるにしても、何かポイントがないとこういう表現にはならないです、なぜそうなったのか、それを聞きたいんです。で、今回変わったのは、まさに岸田内閣総理大臣がきちっと、 これまでの曖昧戦略を清算したから、このような表現になったと私は理解しておりますけれども、少なくとも2020年と21年のこの表現は、極めて曖昧な表現で,で、ロシアの機嫌取りをしたとしか思えないと私は思っておりますが、外務大臣、改めて何が総合的な判断。 そしてその総合的な判断のポイントになったものはなんなんだのかということをお伺いしたいと思います、苦しい立場だと思いますが。林外務大臣。えー、この北方領土問題についての政府の法的立場には変わりはないわけでございますが、その法的立場に基づく説明について、このその時々の政策的判断によって異なるものでございます。 でご指摘のまあ理由についてです、ね、まあ、あえて申し上げますと、えー、この外交的な観点からですね、えー、かかる言葉を使用せず、日本が主権を有する島々という表現をまあ使用してきたということであります上田清志君、えー、時間になりましたが、こういう曖昧な表現をするとです、ね、やはり領土交渉というのは、より困難なものになると。 私は思っております多分良識のある各委員の先生方もそのように思っておられるのではないかと思っておりますので、これからはぜひ、領土問題に関しては、すね、曖昧な表現、曖昧な態度は取らないで、しっかりとした対応をしていただき、で丁寧にですね、柔軟に、あのはい ご努力を、ご尽力いただきますことをお願い申し上げまして、終わらせていただきます。ありがとうございました